探偵には知性と理性、決断力と行動力、そして勇気も求められるもの。少しでも近づけるよう努めます。100年という歴史を背負っているせいだろうか、この劇場にはどこか不思議な迫力があるね。血と汗のにじむ板の上で様々な芸が披露されてきた。その中には本物の道化師もいたのだろうか。だがこれは作り物ではない、本物の悲劇だ。必ず僕の手で事件に幕を引いてみせる。この事件に残された痕跡があなたの影を映し出しているんです。ええ、真犯人であるあなたの影だけを。気になるところ、つまり探偵ならこの衣装に隠されたメッセージに気づいてみせろなどということですか。そうでしたか、わかりました。着心地はとてもいいです。私が自分で選ぶ服とはかなり違いますが、だからこそ目新しいというか、不思議と心も浮き立ちます。はい、このお衣装に見合う振る舞いをしっかりできるようになればと。ただ少し問題というか、着慣れないせいか着こなせているのかどうか確信が持てません。プロデューサー、私はこの探偵衣装をきちんと着こなせていますか。本当ですか？探偵らしく見えますか？探偵らしく見えるのならそれでいいのです。余計なことを言わんでも。はい、でしたら良いのです。でしたら良いのですが、もっと着こなせるよう頑張ります。おはようございます、プロデューサー。ついに、この日がやってきたのですね。お分かりでしたら良いのです。安堵いたしました。今日はいよいよラストシーンの撮影。私はおそらく今までで一番緊張しています。何か助言。
今日まで。確かにそうでした。あなたのおっしゃる通りです。さすがですね。物事を都合よく解釈することにかけて、あなたの右に出る者はいないかもしれません。でも今日までできたからこそ学んだこともあります。演じるほどに感じる演じることの怖さ、奥深さ、感情を操ることの難しさ、どれも難しいことは学びました。できるようにはなっていませんけれど。これからというと、今日の撮影ですか？それともまたこのような撮影の機会があると？あ、そうです。何かできるようになるほど、できなかったことが見えてきて。そうですね、何事も同じなのですね。はい、一つずつ、一歩ずつ。今日は今日のお仕事をきっちりと。プロデューサー、まず今日の事件きちんと解決してまいります。